はい、ママレードボーイ、こちらゲームボーイ版になります。スーパーファミコン版は、まあ少しだけ、してみました。まあどちらもねクリアっていうことができるのかどうかわかりませんが、どういうゲームなのかわかりませんが、試しに、ゲームボーイ版のママレードボーイも、ちょっとしてみたいと思います。初めから遊ぶ、続きから遊ぶとあります。では初めから始めたいと思います。はい、こちらが、小石川美希さんですね。オッケーオッケー。ちょっと、スーパーファミコンの、ママレードボーイをしてから時間が経つので、ちょっと記憶が曖昧になってますが、まず、あなたの誕生日を教えてと。まあこれでいいよ。はい、今日は何月何日かな。もうこれでいいか。いいでしょ、別に。じゃあ、ゲームを始める前に、少し質問をするねと。みきちゃんからの質問がありますね。自分はおしゃべりだと思う。まあ、あんまりおしゃべりではないと思うけどな。Yes or No だよ。さすが。確か、みきちゃんはね、イギリスで ロンドン育ちだからね。2歳まで。Yes or No です。まあ、No で。絵を描いたりするのが得意。得意ではないけどなぁ。No でいいか。得意じゃねえもんな、別に。まあそうだな。ゲームとかするしな。うまいとは言えないけどな。まあ、脳にしとくか。お友達がたくさんいる。まあ、たくさんってどのくらいの人数からたくさんっていうのかわかんねえな。まあ、脳でいいや。割と男の子にモテる。これは脳でいいんじゃないのか。なんか昔はハマって本を読んでたかな。本を読むのが好き。まあイエスということにしとこう。はい、質問は終わりと。これであなたの性格がちょっと分かったと。なるほど。相手の性格を知るためのミキちゃんズクエスチョンなわけだったか。オッケー。あなたはとてもロマンチストな女の子みたいで、まあロマンチストなんだ。オッケー、じゃあ、進めますよ。このゲームはあなたの性格によってちょっとずつ物語が変化していくとか。なんかやり込み使うのあなた次第よ。じゃあ始めるね。なんだこれ、なんかマルチエンディングってやつ操作の。まあ、そんなやり込まないよ。今実は、俺はファイナルファンタジー3を同時進行していて、今、オートレベル、まあ、最終ダンジョンに向けて、オートレベル上げで仕上げてる最中だからな。それで時間があるんだよ。で、まあ、これやろうというわけですからね。そんなにやり込もうなんて思ってないよ、これ。さあ、始まりました。何これ？メダイユの秘密？ミキの部屋？玄関にユーの部屋。なんでユーの部屋があるんだ。キッチンあるね。まあじゃあ、ミキちゃんの部屋を見てみようか。前回はスーファミの場合はね、窓の近くにベッドがあったような気がするな。ちょっと行ってみます。何もないみたいよ。スーパーファミコン版とはちょっと違うね。スーパーファミコン版はね、おそらくね、記憶が曖昧だけど、カメラというか、映し出されてるのは、
多分右のドアのすぐ前から窓側に向かってカメラを向けてるような感じで、ベッドはね、頭の方がね、ドア側の壁かな、壁に向いて、設定してあったと思う。違う部屋か、もしくはこう映すカメラワークが違うかみたいな。何もないみたい。いきなり U の部屋行くのもな、玄関は。え？あー、びっくりした。学校に行く。待て。玄関は外出するわけか。リビング。てん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 。右上には、右下にあるロボットの絵がありますね。ソファー、机、テーブル。でテレビは古いですね。ふふ。液晶ではないんじゃない。この時代だからな。まだ早いでしょ。次はキッチン。キッチン誰かいますよ。おはよう。みんなは？とっくに会社行ったよ。パン焼けてるぜ。ねえ、ジャム取って。まあね、学校行く前に食事取らないとな。朝飯だ。ねえよ。ママレードしかない。ママレードあんまり好きじゃないと。そうなんだ。ミシャあんまり好きじゃないみたい。ん？なんて書いてあるこれ。文字が潰れて、何言ってママレードに？文字が潰れて見えないぞこれ。何々似てる？は？本当はすごく苦いところがあるのに。みんな上辺の甘さに騙されて。気づいてないな。てんてん。ママレードボーイ。ね、ぴったりでしょ？なるほど。これで名前がついたのか？マスタードガール。ゲッ。早くしないと遅刻するぜと。学校行くぞ。強制？じゃないな。ああ。ユウの部屋行っていいの？行っちゃった。ボイスメモ見っけ。こいつはラッキーだね。ユウ、てん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 。ボイスメモ、ああいうのちょっとあったよな。おもちゃでもあったんだよ。なんかボタンを押してあれこれ喋る、で何秒かだけ録音できるってやつ、おもちゃであったよ。では学校に行きましょうか。どんな夢を見たのかと。ちょっと待てよ。あれ、スーパーファミコン版では、あれだったからな。夢から覚めるみたいな感じのスタートだったからね。これもそんな感じか。どんな夢を見たの？犬の夢を見たの？犬の夢？オウムの夢？あ、俺が選ぶのかこれ。蝶々の夢を見たの。蝶々か、オウムか、犬か、どれかってことだ。じゃあ犬でいいか。犬で、じゃあ、いいでしょう。これもなんかあれか、質問に答えるんだな。これなんて書いてある？文字が潰れて見えないんだよな、俺には。なんと一緒に歩くとき、犬か？犬ってこと？歩くとき、あなたはどうする？
右側を歩く、左側を歩く、後ろからついていく。何と一緒に歩くとき？あ、これ U か。U、U って書いてある？犬か。さっき犬の夢を見たとか。で、犬散歩してることを聞いてんのか、U のことを聞いてんのか。わかんないけど。これ U かな？右側、左側、後ろ。右でいいんじゃない？右側、左側。まあ、右でいいんじゃない？後ろは変じゃないか。どこを見て話す？目を見て話すか、口を見て話すか、耳を見て話すか。目でいいんじゃない？なんか口は変じゃないか。耳を見るか？みんな耳を見るか？口見るか？目でいいんじゃない？どう思う？ちょっと悔しい。あ、しまった。そのまんま、あれ、押しまった。ちょっと悔しい以外、見れなかった。ごめん。ユウと話すとき、どんな気持ちになる？ドキドキする？ワクワクする？いつもと同じ？なんで？これ俺が選べっていうのか？まあ、ワクワクするでいいか。ちょっとよく見てみたらさ、ミキちゃんの顔が変わるよ。ドキドキするでこの顔でしょ？ワクワクする。いつもと同じ。これがいつもの表情らしい。あ、一応ワクワクするにしとくか。終わったか。ん？ちょっと用事があるから先行くぜと。じゃあな。あ、ここが学校ですね。中庭に校舎、学校、図書館、テニスコート。中庭行ってみますか。ボイスメモ見っけって、こいつはラッキーだね。また同じ。え？ You？ てん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 で好き？このてんてんてんの間は何か出てくるのか、あとあと。二つ目で何か出てきたのかな。図書館はあったな、スーパーファミコン版でも。二人いないのかな。テニスコート。テニスコート。テニスが流行ってるのかな、流行してんのか。誰だったっけ。ちょっと待てよ。こいつは銀太？銀太か。今日は朝からテニスの練習をしてるんだぜ。朝練か。あ、銀太だ。銀太偉いね。試合が近いから頑張らないとな。スーパーファミコン版ではね、今現在の話なんだけど、確かね、この銀太とね、スキー合宿か、スキーのね、修学旅行か、旅行、個人的な、に行くところで終わったんだよね、確か。確かね。そんな感じだったような気がする。うん。そこで終わってたな、スーパーファミコン版は。まあ、今回試合が近いということですね。じゃあ、朝練頑張ってくれ。だな。じゃあ行きますか。うわぁ、保健室か。教室 E、 A、B、C、D、E とあるわけか。じゃあ A から順番に行きますか。誰だこいつは。今日も調子がいいようだな。そうですか。こいつ出てきたか、スーパーファミコン版に。だけかい。誰だ。あー、メイコ。
仲のいい友達か。秋月芽衣子。いたな、そういえば。あ、仲良しの女の子じゃない。確か、資産家の娘だったっけ？資産家の娘さんだったっけ？じゃなかったか。豪邸に住むお嬢様じゃなかったか、そいつって。次は、C。いた！この子ですよ。メイコちゃんですよ。お金持ちのところの娘さんですよ、確か。違ったっけ？なんか探してるとか聞いたぞ。メダイユの秘密わかんねえな。写真を入れて。そういえばスーパーファミコン版ではさ、写真って11枚しか撮れないの。やばくね？学生時代の何思い出を11枚だけに込めろみたいな感じでしょ。超難しいよ。俺とかね、スーパーファミコン版で1枚も写真撮らなかったよ。11枚っていう制約の中で、なかなか撮れないのよね。11枚の重みがあって。そのことを思い出すよ。で、そのメダイユの中に写真を入れることができる。よし、写真を入れておくと必ず、恋が実るんだって。まあ、おまじないみたいなものよ。してみる価値はあるんじゃない？クエスチョンマーク。メダイユって何なの？俺それ自体がちょっと分かんない。今メダイユに何を入れてるの？クエスチョンマークと。え？メダイユの中。てん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 。なんだ？え？け？メダイユがないんだ。どっかに落とした。待って。ちょっと待って、話がね、メダイユって何なの？そう、普通に出てくる。ちょっと、Google に聞くよ。メダイユね。メダイユって、なんかね、ペンダントだ。そうでしょ？メダイユって。Google に聞いたところ、まあ、ペンダントですね。首から吊り下げる、ペンダントで、まあ、中がパカッと開くような感じ。そういうことか。そういうことでしょ。あの、パカパカ開く。首飾りじゃないの。そう。前回ね、わかんなかったことがあったんで、スーパーファミコン版で。確かミキちゃんが買い物行くときに、なんだったっけ、なんとかリーフ。穴が開いたさ、ノートあるじゃん。あれなんとかリーフって言うんだよね。あれも初めて知ったよ。ミキちゃんに教えてもらったよ、俺。まあ、落としたんだな。首飾り落としたっていうことだろ。なくしちゃったよ。どっかに落としたみたい。じゃあ松浦くん、いや銀太に聞いてみたらと。てん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 。うん、そうしてみる。あ、なんかいつの間にかさっき D にいたか。これ銀太だろう。朝練を終えたのかな。聞いてみるか。わかるかこいつらに聞いて。ポケットに入れたと思ってたんだけど、てん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 。昨日のクラブの時に落として、で今日気づいたってことか。だけどテニスコートを調べてみたら、ミキちゃんってさ、テニスやってんの？俺知らねえけど。
教室 E。てん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 。誰もいねえのかよ。じゃあ保健室。てん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 。なんか保健室でかいような気がする。結構豪華じゃない？俺の学校の保健室ってこんなに豪華じゃなかったような気がするが、こんなに広くなかったような気がするが。では、テニスコートに、メダイを探しに行く。え、待って、中庭に誰かいるぞ。え？キャンディー？なんかどう？どういうこと？ああ、どうっていうのは、食べる？みたいな。そういうことか。美味しいぜ。これ誰だ？誰だ、こいつは。ああ。こちらには三輪さとし。そうだろ。ああ。生徒会長らしいぞ、こいつ。生徒会長か。父親は建築家。すげえな。女の子好きだったよ。ああ。みきちゃんのね、何、親友？さっき会った、秋月めいこ。めいこちゃんにね、好意を持っているらしいよ。強引にアタックするとかいうことを書いてある。一時期ね、ゆうと一緒にいることが多いことから。で、この人と、この三輪さとしと、ユウが一緒にいることが多いから、ユウとは同性愛関係じゃないかという噂が立ったと書いてあるよ。まあ、生徒会長ということですよ。三輪さとしさん。スーパーファミコンまで出てきたか？スーパーファミコンでお前出てきたっけ？ちょっと記憶にないな。生徒会長から、マスカットキャンディーをもらいましたよ。では、テニスコート。ヒンタとの相性テスト。またかよ。テニス部での人気ある。テニス部で人気ある。だよね。あるよね。どう思う？気持ち焼いちゃう。何も感じない。まあ、焼き餅焼くことはないだろう。何も感じない。よりはまあ、すごいね、と。言っといた方が、まあ、無難なんじゃないのか、これは。噂？なんだか、イライラする？すごくショック。どうでもいいよ。どうでもいいよでいいんじゃない？テニスコートの銀太を思い浮かべてみて。今日の気持ちは？ドキドキしてきた。いいフォーム。テニスしたいな。まあ、いいフォーム。これが当たり障りがないような気がする。ん？何これ、得意な血？どういうことだ？まあまあかな、でいいんだね。テニス部の一員だ。何をした？キャプテン？マネージャー？テニス部のエース？みきちゃんはマネージャーでいいんじゃないのか？プレイヤーに向くか。まあマネージャーあたりがいいんじゃないのか。ここにメダイはないみたい。てんてんてん。ということはここに落としたわけじゃないということだね。図書館はどうだ？さっきと変わんない。生徒会長。生徒会長に聞け。もっとキャンディー欲しいなと思って。今度あげるよ。
生徒会長、キャンディー欲しければ生徒会長に行けと。のとこに行けと。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと一回戻るぞ。探せばいいんでしょ？その、落とし物を探さなきゃいけないんでしょ？そうそう、なくしちゃったんだよ。だけど、さっき図書館行ってきたよ。メダイは見つかった？見つかった。一応ね、テニスコートに、テニスコート行ったけどなくて、ユウはね、図書館に行けと言うんだよ。わかったわかった。ちょっと待てよ。本だな、これ。この間、ユウがよく読んでた本だ。読んでみようかな。面白いかな？面白いかな？読まないよ。読んでみ、面白いかな？がいいんじゃない？この本の王子様？何これ？ユウに似ている。ユウが王子様だったら？優しい王子様。意地悪の王子様。かっこいい王子様。優しい王子様でいいんじゃない？なんか建築系の本読んでたような気がするな。スーパーファミコンでもそんなことなかったっけ？あなたは？難しそう。でも？はし！失礼。難しそう。でもでいいや。図書館に入って思ったことは、本がたくさんある。頭痛くなりそう。素敵な図書館。まあ素敵な図書館でいいんじゃない。ユウが本の中の人物だとしたら、王子様、王女様、魔法使い。王子様でいいだろ。え？俺ま、もしかして間違ったか？まあ、いいや。ここには、メダイはないみたい。学校のテニスコートダメ、図書館ダメ。入り口か。見つからないよ。おかしいなぁ。お、見つけて、すま、探してくれるってよ。ユウは？ユウも探してくれるかい？あったってよ。教室に落ちてたって。なんだよ。なくすのは、お前がドジだからだぞ。気をつけろよ、教室にありました。てん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 。報告ありましたよ。見つかった見つかった。で、さっきなくしたことに気づく前は、そのメダイユの中に何を入れてるかっていう質問だったよね。家が見つけてくれたんだ。どっちが好きなの？ユウとギンタ。俺に選ばせるのかもしれない。私には分からない。私にも分からないよと。なるほどね。なるほど。そう。てん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 。じゃあ同じ舞をしてみる。クエスチョン。このね、メイコ。メイコちゃんはね、こういう系、おまじない系が好きだ。なんかね、おまじないを
スーパーファミコン版ね、おまじないを結構教えてくれたよ。メモってないからね、俺何にも試してないけどね、ぶっちゃけ。